リンゴルフの公式 LINE アットができました。ゴルフのね、達成したいな、上手になりたいなっていう、まあ、情報を配信したりとか、まあ、それを継続できる環境っていうのをご用意していく予定です、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します。ぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします。です。今日はですね、遠藤里乃ちゃんと中谷鈴音ちゃん、一緒に撮影させてもらっております。ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当はアレンジマッチプレイ、ビンゴルフアレンジマッチプレイやる予定だったんですけど、はい、あいにくの天気ということで急遽、いつもね里乃ちゃんが練習している練習場に来ております。はい、ゴルフプラザサンライズさんというところで練習させていただいてます。はい。はい、ということで急遽なんですけど、2人の練習方法とか。はい、まあ、いろいろね聞いていけたらなと思います。まあ、2人のなんか紹介とかから練習しながら聞いていく感じでいいんじゃないですか。OK、うん、です。じゃあ早速ね練習いろいろ見せてください。そうですね。はい、喋りますか。緊張してる。かわいい、かわいい。初登場スズネッチです。はい、愛称スズネッチ。スズネッチ、ミノッチだって。ミノッチ。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。私がいつも練習してる感じを映す感じでいいですか、ね。うんうん、最初は何から練習するんですか。私最初はウェッジから練習します。で、最初左手1本片手打ちから。おお、片手打ちからやるんだ。はい。へー、それがもう癖なんですね。スズネッチは素振りかな。はい、私は重たいものを最初振りたくて、うん、まあ、いつもバットとかって時もあるんですけど、こうやって5番アイアンと8番アイアンを守って、これを左右10回ずつそから練習するのが、はい、なるほどです。どうぞ続けてください。私も素振りはするけど、もう素振りしちゃったから。あ、なるほどね。何球ぐらいで片手打ち？30、30、30。左30、右30、両手30。へー、やって、で、気をつけるポイントとしては、ここを右手でピストルみたいに作って、左の、この腕の肘のところを人差し指で、お腹に親指をつけて、で、これでそのまま。打つと体からこう離れちゃう、手で打っちゃって証拠なんで、ここが離れないように片手打ち。なるほどね、はい、それを気をつけて、それがポイント。確かに片手打ちどうやってやればいいのかよく分かんなかった。そうなんです。だから適当にこうやってもただの打ってるだけなので、これを意識して体で打つ。右も一緒です。右も同じように。なるほどね。いいですね。スズネッチは最初何打つんですか。私も58のスズネッチからやってるんですけど、5ヤードから始まって、もう10で1分けていく、ちっちゃいとこから始めていくのが多いです。じゃあちょっと やってください。はい、やります。でもなんか今リノちゃんの聞いて、いいな、ちょっと勝手に。まあ確かにいいなと思ってる。なんかそれいいなとかで、ね、やった方がいいよ。そうそうそう。これはでも私シード選手に教えてもらったんですよ。これ。はい。これはもう肘に、そう、あの肘のところに人差し指で、親指は、まあ、離れないように。でこれでこう離れちゃったりとか、逆にこう離れちゃったりとかしたらダメってことだから。離れないで、ボディターンだけでこう打てる。両手でやってもこう離れたりしない。常にこの三角形、肩と三角形崩さないでアプローチできるようになるから、それってアプローチができてたら、ショットもさ、それを応用してさ、まあ、曲がらないからそんなあれだけに、でも結局つながってくるから、大事だよ。基礎練みたいな。右手も一緒。右手も一緒。
ました、ね、ぜひやってみて片手打ちの時はあのちょっと短く持ってもいいから重たいからもういい感じ、うまいうまいセンスあるわゆるちゃんいつも優しい二人はよく一緒に練習されるんですか？一緒に練習していろいろな気づいたことあったらねいろいろお互いに言って私はあのどっちかというとあのドライバーとか飛ばしとかをスズネチに教えてスズネチはアプローチとかパターとか得意だから教えてくれたりあ、ね、いいですね教え合える感じでお互いのいいところをあそれをじゃあ今日聞いちゃう感じでそれも聞いてください、まあ、まずはねこうどういうルーティーンでゴルフを始めていくかと練習を始めていくかと、うん、でもやっぱそうだよね、うん、なんか僕なんかドライバーから行くんですよすごいでもそういう人多いと思うとりあえず飛ばしたいなみたいなとかドライバーじゃなくてもフルショットから行くみたいな感じなんだけどプロを目指してる方とか上手い方はやっぱりアプローチからとか、うんうんうん、アプローチからの人多いと思いますそうもう多分5球ぐらい打ったらワンバいっちゃう崩れそうなんでも、まあ、本番はドライバーからだからねあそれはそれでいいと思います確かにやってるからなやってるからなってって重くてできないよねだからもうベッチとかでいいんですよ。うんうんうん。これでできるようになりそうだわ。うん、これいいですよ。うん。本当低地になんないから。多分重たいって思う人は手で上げちゃってる証拠なんですよ。うん。そうするとやっぱり力がある人でも重たく感じるんで。これでしっかり体で打てるようになれば、バットが離れなければ、そんなに重たく感じないはずなんで。なるほどね。はい。これ多分、ミンゴル見てる人みんなやるよ。やるわやってほしい。それやろうか。なんかたまに遊びでトリックショットとか一緒にやってるし。見たい。リフティングして打つやつね。打つとか。あいいねいいね。できるんだすげえ。なんか雪だるまみたいにこうボール2個重ねて下打ったら上に上がるやつ、ね、上に上がるからそれを打つっていうなんかトリックショットとかして遊んだんですじゃあそれで1本作ろうそれで1本いやそれは面白い1本作ろうよアプローチで気をつけてることとかありますか鈴の力です緩まないっていうのとか結構コースとかでもなんかこう合わせちゃうから本当にやって例えばジャックリしちゃってカートってしちゃって振り幅で 100% じゃないですけど、うんうん、振り幅の分飛ばすっていうのを意識して、まあ、練習中でもまで緩めないっていうのを意識してやるの私はアプローチするときにどうしても力入っちゃって手で打っちゃうときがあるんでヘッドの重みを感じるようにしてますうんそうするとあのうまく軌道も良くなってくるんで自分で打とうとするとヘッドの重み感じてないんですよ、うんうん、だから感じようと思ってあとリズムよくリズムねはいグループそれだけ意識してますへ、はい、意外と少ないんだねなんかあんまりごちゃごちゃ意識です練習の時はいろいろなんかこうスイングとか考えたりするんですけど、うん、本番アプローチに打つ時はそれだけでもう頭いっぱいなんですもうそれだけ考えてじゃ何かともうああしてこうしてとか言ってもできないじゃん本番二人は先輩後輩みたいな関係なんですか？
もう、もう仲いい友達って感じで、ただ年が上で年が下ってだけで、ね、でもすごい、もう本当にいい子で、いやいやいや、すごい立ててくれるんですよ。めちゃめちゃ私を立ててくれる、いい。いつも始めてくれるんですよ。全然そんなことない。全然いい子じゃないんですよ。いやでも本当にそうだね。リノちゃん、リノちゃんってすごい慕ってくれるし、すごいいい子です。いい感じですね。で、バイザーも色違いな。そうでしょ、ね、お揃いだもんね。お揃いで、そう、すごい仲いいんだなと思って、うん、めっちゃ仲いいです、ね、リノちゃんがプレゼントしてくれました、うん、そんな仲いい関係で、まあ、対決予定だったじゃないですか、はい、これはどういう心境なんですか。でもやっぱり、ね、最終的にはゴルフって個人競技だから戦わなきゃいけなくなるんで、仲は良くて一緒に練習はするけど、お互いに負けられない、負けたくない気持ちあるから、いいライバルみたいな感じですね、対決は。負けたくないね。そうですね、やっぱり、ね、負けたくないって気持ちで、でも勝負してましたんで、結構、普通にラウンドしてても対決するから、あ、そうなんですね。何でもする、アプローチ対決もするし、何でも、何でもする。ああ、でもいい、いいですね、そうやって、何でもこう勝負しとけば、勝負感っていうか、じゃあすごいいい関係だ。いい関係です。今はあれですかね、うん、最初の何チェックみたいな練習が終わって50ヤードって感じなのか。そうですね、50ヤードぐらい。私に聞かれても今どっちに聞いてんのかなと思って。私に言えってことなのか。いや、監督っぽかったからさ、今日は。確かに。そうそうそう、ちょっと映した方が。いやいや、こんな感じで、だからずっとこう、もう、ゴルフ部の監督みたいな感じだったんで。監督感出てますね。監督ですか。監督感出てました。いいんだってはもう、50ヤード。50ヤードですね。58度はフルショットしないんだけど、うん、58度でフルショットしたら90じゃない。でも基本はあのフルショットしない。58ではボギーはするけど、ボギーだとあの110ヤードフルで、でも基本めっちゃフルしない。本当にもう3クォーターぐらいでこれぐらいで抑えて振って、うん、でそしていつも 100ヤードだったら52だもん。あ、80ヤードは何で 80ヤードは52度で抑えちゃうから、うん、58だとスピンかかりすぎてバックスピンで戻ってきちゃうから、うん、逆にピンがあの真ん中とか手前だったら奥まで行って戻しちゃうかもしれない。あ、私は58度フルショットなんか前までやろうって思ったらちょっと抜けちゃうっていうか、あまりやんない方がいいと思う。なんかその状況によるから、すごいいいライでできるとこだったら58でフルショットするけど、まあ、練習は一応しとくけど本番であんまり使ったことはないからフルショット。基本抑えちゃう。1個大きい番手持って5人とか持って80とかも全部抑えた方がコントロールできるし、でそのための片手打ち練習、ボディターンで打つから手打ちだとコントロールできないから、なんかこうずれちゃったりするって、これやっとけばボディターンで打てるからその中途半端な距離のやつが生かされる、この練習によって。結構そういう状況多いじゃないですか、多分みんなに飛ばすから、うん、なんかどうしてるのかなって思って。そうそうそう、私はだから、まあ、ウェッジいっぱい入れてる下の番手を、ウッドを逆に1本しか入ってない。1本ウッド1本しか入ってない。あれどうでしたっけ、うん、4番アイアンが入っている女子多分絶対いなくないですか。皆さんどうですか。私はあのアイアンが好きなんで4番アイアンまで入れてます。4番アイアンを取っています。
皆さん、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。お願いします。お願いします。